はい、こんにちは、タクです。今日は雑談やっていきます。まあ、いつも雑談なんだけど、えー、まあ、最近ちょっと忙しくて、えー、まあ、いろいろね、動画投稿する時間も少なくて、まあ、なんかニュースではね、あのー、なんか、登録者100何十万人いる人でも、 借金してるみたいな,、ね、<laughs> なんかそういう、なんていうのニュースがあったりしてさ、そんだけまあ稼げなくなっているっていうことなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、その話はちょっと置いといて、まあ僕はね、別に本業ではやってないので、えっ、ー、と、まあ全然苦しくはないんですけど、まあ、投資の方ですよね。今ちょっと株がね、まあ暴落しています。で、まあ暴落するのも自分の中では折り込み済みな のでまあ、ほとんど損をしていなくて、えー、これからね、えー、株をちょっとずつ買っていくという、まあ、流れをやっていきます、まあ、個別ではね個別銘柄に関しては結構ねえっ、ー、とー短期はやっていてまあ、短期って言ってもその僕の短期っていうのは超短いからもう1週間も持たないやつなんですよ、えー、数日とかねもう その日とかで、えー、売買するような、えー、個別銘柄に関してはね、えっ、ー、と、本当短期でやらないと、えっ、ー、と、ほぼ、ほぼ勝てません。えー、っと、もちろんね、あの、長期で持っているものもあるんですけど、長期だと、やっぱり、なかなかね、今株,株価が全体的に高いのと、あと、これからね、えー、リセッションになる可能性も、まあ、 あるし、えー、そうですねこの円安ドル高の影響をいろんなとこで受けてきて、えー、まあなんだろうな、弱体化していくと、日本自体が弱体化していくってこともありえるので、えーっとまあ、全体が弱体化すると、やっぱり個々の企業もよほど強いとこは生き残るけど、えー、強いっていうのは、その、なんていうんだろうな。 えー、資本があって、えー、そんだけ、えーまあ、サービスが提供できて、まあ、サービスだったり、まあ、物だったり、いろんなものが提供できて、売り上げが立てれて、で、えーまあ、人材がいると。まあ、この3本がしっかりしてたる会社であれば生き残っていくんですけど、まあ、きついですよね。うんなんで、まあ、個別に関してはほぼ短期しかやって おりませんで全体的な指数に関するものは、まあ、ちょっとずつ買っていながら、まあ、一定の期間で売ったりとか、そういうのをまあ検討しています。まあ、それぐらいかな。うんまあ、株下がったらね、基本ね、買っていいんだけど、ただ、まあ、あのこれからね、景気が悪くなって、リセッション的な、ね、感じに入る可能性も否めないので、 えっと、あの、全力買いでいくと、み、皆さんも、あの、ダメ、ダメです。絶対。絶対ダメです。あの、全力買いでいくと、何が起こるか分かんないので、えー、今、ちょっとね、えー、様子見ながら、ちびちびね、ちびちび買っていくと。ちびちび買って、ちびちび売っていくっていうね、まあ、そういうスタンスが一番、まあ、普通っていうか、まともな話ですよね。真面目な話で、一番、 なんだろう。まともだと思います。うん、正直ね、いろんなこと言ってる人いるんですけど、まあ、あんまり多分ね、投資されていない、どちらかというと、経済的なまあ評論家だったりとか、あと、アナリストは、まあ、自分でやってない人が多いので、えー、バード言う,言うだけなんですよ。だから、全然痛くないんで、そういう人の話は、まあ、信じない方が俺はいいと思います。で、 まあそんな感じですね。まあ、ここが今ね、一番、うん、難しい相場なんで、えっとね、ここからね、ちょっとどうしていくか、また考えてね、やっていきたいと思います。ってことで、最後までご視聴ありがとうございました。